ジャジャーン、ジャ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 ーン、ジャ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 ー。お待たせしました。動画紙芝居恐怖の犬男。岩下君、この犬にはかわいそうなことしたな。多分移植後は拒否反応が出て1週間も持たないだろう。しかしそれだけの期間があれば脳下垂体と抗がんの移植による効果は十分に検証できますね。早速移植に取りかかろう。まずは頭の毛を剃ってしまおう。古川教授は電動バリカンを使ってたちまちシャーリクの頭の毛を剃ってしまい、犬の白い頭皮を露出させた。岩崎医師は手慣れた様子で犬の頭皮を切り裂くと頭蓋骨があらわになった。さらに電動ノコギリを使って頭蓋骨を切開する。キンニーガラ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 。骨を切り裂くノコギリの鋭い音が実験室のコンクリート壁に反響した。古川教授は頭蓋骨の蓋を剥がし取ると中に手を突っ込んで何やら探り出すようなことをしている。古川教授も岩下医師の白衣もすでに真っ赤にして染まっていたが、二人はそんなことは頓着せずにひたすら作業を継続した。古川教授は犬の脳の下にある小さな脳下垂体をハサミで切り離すと、そこに瓶から取り出した器官を手慣れた手つきで縫合していった。この作業を終えると、先ほど剥がした頭蓋骨を元に戻して頭に蓋をし、切り裂かれた皮膚を元通り縫い合わせた。よし、これで脳下垂体の方は終わったぞ。次は抗がんの移植だ。こっちも手早くやってしまおう。と古川教授は言った。古川教授、犬の袋に人間の玉を詰めると結構パンパンになるんじゃないですか。大丈夫なんでしょうか。岩下君、なーに、この犬はどうせじきに死んでしまうのだから大した問題じゃない。かくして5時間にも及ぶ謎の手術は終わった。一体この手術の意味するところは何であろうか。シャーリクは頭と腰のあたりに包帯が巻かれていた。ピクリとも動かずに手術台の上に横たわっている。教授、この犬なんとかまだ持ちこたえていますが、脈拍がかなり減退しております。岩下君、ではカンフル1本、アドレナリン2本、心臓に注射してやってくれ。それからしばらくは君がついていて様子を見ていてくれ。何かあったらすぐに知らせてくれたまえ。よろしく頼む。はい、承知しました教授。岩下医師のその言葉を聞くと、古川教授は急に疲れたような顔になり手術室を出て行った。さあ、これからシャーリクの運命やいかに。